お世話になります。現在、映像の音声の会社は一人で切り盛りしてます。ブラック技術会社を辞めてフリーランスになり節税で起業した33歳男です。この中で企業向けに配信業が調子が良くありがたいことに利上げが伸びたのですが、ワクチンも配られ、来年再来年には落ち着くかと思うのですが、その後のプランが思いつかないのですが、何かアドバイスあればよろしくお願いします。えっと、まあ、今うまくいってるんだったら全然いいんじゃないですか。あの、結局、落ち着いた時には落ち着いた時で、そのまた事業はいろいろ変わっていくんですけど、ただ配信業に関しては、 多分伸び続けちゃうんですよあの結局その,あの今までの場合ってリアルイベントとかっていうのはなんとなく面白いからやってたんですけど実際費用対効果そんんなな高くいいよねっってうす,うす気づいちゃったんですよ、ね、その要はリアルイベントに来るような人はなんか熱量もあるし目の前に人がいるからすごくうまくいってるように見えるんですけど実際問題そんなイベントやんなくてもネット上で物売れた方が日本中の人が買ってくれるから費用対効果超いいじゃんっていうのが実はバレたんですよ。 なののでそ CM のコストとかどんどん下がって今では CM あんま出さなくなって電通とか結構大変なんですけど逆にそのインフルエンサーマーケティングみたいな会社って結構お金回ってるんですよねなので YouTuber とかでなんか商品おすすめしてる人とかいっぱいいるじゃないですか,かのの YouTube でもあの広告が出なくてなんかリプレイスっていうその あの、なんか商品広告がこの動画に使われていますみたいなのがなんか YouTube だと中期で書かれたりするんですけど、ああいう感じでその直接ネット上でユーザーにお知らせして買ってもらうっていうのは増えるので、なので配信業が減るっていうのはないんじゃないかなと思いますけど。